どうも、学習塾1期4号です。よろしくお願いします。ということで、今回の問題は、こちらです。まずは、一時停止をして、やってみましょう。では、正解です。正解は、3です。じゃあ、確認をします。今回は、条例にまつわる話です。地方政治の仕組みがわからない人は、中学の範囲ですが、動画説明欄から、基礎動画に戻りましょう。で、まず、3の環境影響評価法ですが、これは別名、環境アセスメント法とも呼ばれます。大規模工事が、周囲の環境にどう影響を与えるのかを、事業者自らが予測や評価をして、環境の悪化を防ぐ法律なんですよ。この法律が国会で成立する前に、一部の地方自治体では同様の条例が、すでに制定されていたので、3が誤りです。ちなみに、個人情報保護法も、法律の制定より先に、一部の地方自治体が、同様の条例を制定していました。で、その他の選択肢ですが、まずは1を見てみます。歳議というのは、議決のやり直しです。知事や市町村長といった市長は、議会の決定に納得できなければ、歳議に付すことができるので、正しい文です。次に2ですが、これも中学の範囲の、直接請求権の動画を確認してください。当然、正しい文です。そして、最後に4に行きましょう。4も、正しい内容なのですが、そこに住む住民に直接意見を聞く住民投票は、こちら、主に2種類あると思ってください。特別法に基づく住民投票と、条例に基づく住民投票です。特別法は法律ですから、効力が条例よりも強いです。だから、法的拘束力もあり、強制力があるんです。例えば、2015年に行われた、大阪府と大阪市を合併させる大阪都構想は、住民投票の結果、反対となりました。で、この住民の意見には強制力があるので、これを無視して都構想を実現するわけにはいきません。その一方で、条例の方は、法的拘束力がないので、強制力はありません。例えば、沖縄にあるアメリカ軍の普天間基地を、同じ沖縄の辺野古に移設する問題では、2019年の住民投票の結果、反対多数となりました。しかし法的には、この意見に従う必要はないですよ。ということで、話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。